し。お昼な、あ、お昼じゃない。お疲れ様です。仕事が終わって、ヌクシナのフォレオにやってまいりました。はい、これから丸坊主にしていきたいと思います。久しぶりにフォレオのカリスマ美容師さんに切ってもらおうと思います。だいぶ伸びたでしょ？衝撃の、自宅での坊主から約1ヶ月ぐらい経ちましたか。はい、だいぶ、髪も伸びてきました。はい、こんな感じで中途半端になってきたんでね。はい、行ってきたいと思います。どうも、アンパンマンです。坊主にしてきましたよ。12ミリで、今日は女性のカリスマ美容師の方でしたけどもね、ものの3分で終わりました。やっぱいいね。本間もんのバリカンは、さーっと入りますね。そう。私がこの間やった、もう5年間、5、6年放置しておいたバリカンとは大違いでした。はい、一瞬で終わりましたね。まあいろんな角度から最後ね、坊主と言ってもですね、やっぱりいろんなその人その人で生え方が違うんで、やっぱいろんなとこへね、こういろんな角度から入れないとやっぱ切り残しができるんですね。だから何回もいろんなとこから、特にこのつむじのとこね、ここがやっぱり残りやすいんで、ここをしっかりね、カットしてもらいましたが、なんかちょっと明るいんでね、映りが。ちょっとハゲに見えるけど、もうちょっとこれカメラで映るより、実際は黒してます。そう、12ミリなんでね。えらいなんか、あ、ほら、なんかえらい黒く映るよね。薄く映る。あ、こうやったらわかる。こうやったらほら。ね。黒いでしょ、ちゃんとね。はい。黒さが残っております。黒ちゃんです。はい。そんな感じですけども。よいしょ。はい。じゃあ、アイスも、凍ったんでね、溶けちゃいけん飲んで、家帰って、今日は、俺麻婆豆腐作るんで、麻婆豆腐作って、あとサラダとね、それで晩飯、今日は済ましたいと思います。よっしゃ、祈りましょう、祈りましょう。今日も一日を頑張った。まあ、薬の副作用でやっぱ相変わらずね、眠気がすごい襲ってくるんですけど、今日もだけ、まあ、昼は割と、処分場のタイミングで、まあ、2、30分ゆっくりできたし、で、その後もね、ちょっと高速走りよって、すごい眠気が来たんで、沼田パーキングで15分ほど仮眠したんですけどね。はい、そんな感じで、まあ、なんとか、やり過ごしてます。はい。さあ、まっすぐ帰って、晩飯作って今日も早ね終わらして寝よう思いますよ。うん。よいしょ。危ない危ない。ちょっとね、先に風呂入ろう思います。誰もおらんしね、家。で、髪がかゆいしね。切ったばっかりでチクチクして。ちょっと一風呂浴びて、麻婆豆腐、
あの丸みやの分ですけどね、作ろうと思います。はい、最悪の事態が発生しました。またね、今 GoPro でずっとね調理シーン撮っとったんですけど、麻婆豆腐作るシーンで、これもう食べてからね動画撮り終わったのに、ちゃんと SD カードに落とし込まれてませんでした。びっくりマークが出てからね、スマホに落とそう思ったらびっくりマークが出てからね、落とせてませんでした。最悪頑張って作ったのにな。はい、ということでいただきます。麻婆できたやつね、甘口なんで、うちは甘口なんで、さっき言ったっけ。うん、息子がまだ中辛とか食べれんので、うん、うまい。豆腐切ってさ、とろみ液の水とか測りながら作ったのに全部取れてなかった。これ七味入れたらうまいんかね。たまたま七味が目の前にあったんだけど、七味入れたら味変わるか。あ、まあ単純に辛くなるな。うん、まあ髪も切れたし、よかった。ちょっと調理シーンがないのは。坊主せんの、なんで楽よ。そうたも笑った、さくらも笑ったけど、見た瞬間マジョーンってから。なんなんその頭みたいな感じで笑われました。うん、うまい。じゃあ明日も頑張りましょう。うん、うん、やっぱちょっと大人には甘口は薄いね。うん、うまっ。